大規模な地震が発生したという想定で県の全職員を対象とした参集訓練が行われました。訓練、地震が発生しました。各自身の安全を図る行動をとってください。この訓練は午前6時45分に県中部と西部で震度7、伊豆と東部で震度6強の地震が発生したという想定で行われました。災害対策本部長を務める川勝知事は発生から11分後自転車で県庁に到着。訓練は公共交通機関が使えないという想定で、他の職員も徒歩や自転車などで登庁しました。我々の目的は何か、今でもなく県民の命と財産を守ると心して訓練に励んでくださるように。県によりますと、地震発生の30分以内に県本部に集まった職員は目標の138人に対して132人だったということです。